さあ、馬長参上。この馬長をお味方にお加えください。すさまじい機動力だから俺は使える。天下にその名を轟かす。育てないとな。自分の一族は曹操に根絶やしにされました。自分はこの手で曹操を倒し、一族の敵を取りたいのです。これヌエの先生と一緒の声でしょ、多分。よし、馬長も参加させて怒る。他は特になし、なし、なし。馬ばっかり。パフォーマンス。全軍行くぞ。ああ、下から押しかけてる。大わし、よーい。おわし、おわし、来ます。カタパルト。ゴー。かっこいいね。まだ戦闘入ってないんだけど。よし。偵察、何がいるかな。手強いやつがいないといいんだがな。ここには誰もいないんじゃないのかな。見るからに兵は見当たらないぞ。この私に勝てる者などおりません。なかったわ。引けー。よし、誰もいませんね。ラッキー。内側から開けるとすぐ開きます。外側からだと誰もいなくても時間はかかるけどね。ボン開けるだけ。これいい。開いた。外に出ないと、一回外出ないといけないわ。ちょっと時間かかるな。
際を開けたと。すぐ戻って馬車のところに行かないと。武器が低下っつってもこの何城内っていうのかなにいると武器とか回復するから戦いにくいよ。相手の武器が減りにくくて戦うっていう感じだから。よいしょ、偵察。孫霊はどこに偵察行かせようかな。上に敵がいるはずだよ。一体しか来なかったかな。
伝えしておいた方がいいかな。兵力はあんまり失わないよ。あーパフォーマンスだ。サマーソルトか。だから何なんだろう。これですぐ扉が開くはず。開けろ開けろ。ベンガンいいも開くよ。門が開いたか。勝ったも当然だ。死ぬの先生行くか。そうだ、場所短期掛けがあるよ。まあ1回しか使えないか。短期掛けあったっけ。短期掛けあった。武力を上げてあげたい。この状態じゃ多分上げられると思うから、どっか11で戦えるところがあるか。ゲンガンはもうボウガンっていうのかな、矢ばっかりだから、ほっとくと。